星出明彦さんに警告、はい、これ最近起きた出来事でねちょっとゾクッとしたんですけど、宇宙飛行士の野口さんがね最近地球に帰還されてこれ話題になってるんですけど、そのちょっと前ぐらいにこれ同じく宇宙に行っておりました星出明彦さんらを乗せた宇宙船にですね、アメリカ宇宙軍、これ最近できたところですよね、ここが未確認物体の接近を警告していたというふうに報じられて話題になったんですね。これ登場していた民間宇宙船のクルードラゴン、日本時間の23日の夜にアメリカのフロリダ州から打ち上げられたんですけど、その7時間後ですね、アメリカの宇宙軍から連絡を受けた NASA がですね警告出したんですよ。まあ、その内容が未確認物体がいて、それが宇宙船のかなり近くまで接近の可能性があるから、すぐに宇宙服を着用して着席しといてくださいって言ったんですよ。ただ26日発表があって、その内容が物体は存在しなかったって訂正されたんですよ。じゃあ何だったのって、管制塔で食ってたポテチのカスがついたモニター見間違えたとかって、多分これ本当はいたんじゃないかと盛り上がってますね。まあ、宇宙に自分が行くってだけでも怖いのに、未確認物体来てるから注意してねとか言われたら漏らすよね。いや宇宙に行く人すごいなってつくづく思いますね。